J3 テゲバジャーロ宮崎は21日 ICU 集中治療室で治療を受けていた元日本代表 FW 工藤正人選手32が死去したことを発表した。 工藤選手は今月2日の練習時間外に体調不良を訴え、3日に水頭症の診断を受けて入院。11日に手術を行ったが容体が悪化し、17日から ICU にて治療を受けていた。 代表取締役社長、二村啓太氏のコメント全文は以下の通り、私たちの大切な仲間である工藤正人が息を引き取りました。工藤選手を応援するサポーターや関係各所の皆様から、多くの励ましのメッセージをいただいたこと、クラブを代表し、 ご礼申し上げます。工藤選手は J1 で活躍し、日本代表にも選ばれるなど、非常に実績がある選手です。それにもかかわらず、おごりなどは一切なく、自分のことだけでなくチームメイト、クラブ、そしてサポーターのことを大切にする素晴らしい姿勢の持ち主でした。 クラブスローガン、真士をまさに体現してくれる存在でした。そのような選手のあまりにも早い成長は、無念で残念でなりません。選手、スタッフ、クラブ一同はまだ気持ちの整理ができない状況もございますが、工藤選手が宮崎に、 クラブに残してくれたものを大切に引き継ぎ、精進して参りたいと思います。そして、工藤選手が信頼してくれたクラブをより良いクラブにすることで、少しでも恩返しして参りたいと思っております。工藤選手、テゲバジャーロ宮崎に来てくれて、力になってくれて、 本当にありがとうございました。なお、葬儀等の対応につきましては、ご親族や関係各所と協議の上、改めてご報告いたします。